の、このね、白いところに実は人工衛星が入れられてるんです。で、このね、白いカバーが衛星フェアリングっていうんですけど、まあ、その人工衛星を風とか熱から守るためのこのカバーの役割をしてますね。ラケットを見てみると、ここの部分、こういう、このちょうど上の部分に人工衛星が乗せられるっていうことをちょっと覚えてもらえたらと思います。まあ、最初出てきました。どこでしょうか。今回の問題ですよね。地球のどこ？ヒント、日本です。すごい。はい。はい。何に入ったの？そのじゃあ女の子。種ヶ島だと思います。種ヶ島？え、これだけでわかる？とんがってるから。ああ、とんがってるから。はい、なんか島が出てきました。たどり着いたのが屋久島。竹島かな。はい、出てきました。これでわかったもん。はい、そうですね。種ヶ島すごい大正解。はい、よくわかりましたね。やっぱり種ヶ島、こうね、宇宙から見るとこういう風に見えます。種ヶ島もっとちょっとちっちゃい。ここら辺に宇宙センターがありますね。で、そして農環省がここら辺にあります。で、私たちがここから来ました。こういう惑星探査機っていう、皆さんが発表してくれたハヤブサとかアカツキっていうやつになります。これは地球を飛び出してこういう小惑星とか金星とかに行って観察する。で、こういうね、道があるんですけど、みんな人工衛星は同じ道を通るんじゃなくって、こういうね、地球からちょっと遠いところをずるって回ってる人工衛星もあれば、地形の近いところを回ってる人工衛星もありますね。この人工衛星のこの表面を覆っているこの黒とか黄色のものを、名前をサーマルブランケットって言います。まあ、太陽に直接こう当たると人工衛星、まあ、100度ぐらいになります、表面が。で、そして逆に太陽が当たらないところだとマイナス100度ぐらいになって、すごく温度差が激しいんですね。なので、この温度差から守るためにこういうサーマルブランケットっていうのを着てるんですけど、そういうキラキラしたもので太陽の光をこう反射して人工衛星の中の機械を守ります。熱くならないように、そういうふうにかな。ね、これ、まあね、色は違うんですけど、同じサーマルバランスですか。ね、中を見てみます。はい、見たら3、4、5、黄色とか黒色とかオレンジ色ありますよね、うん、これもね、それぞれちょっと特徴があって、この黄色だと太陽の熱をこう反射しやすいんです。3番のマジックテープだと思います。はい、おお、ありがとうございます。マジックテープが多いですね。はい、じゃあ正解したいと思います。正解は、はい、なんと3番のマジックテープ。すごいですね、こういう風にね、マジックテープで取り付けています。はい、皆さんの身近にあるマジックテープもこういう人工衛星に使われているっていうことを覚えてもらえたらと思います。防線の部分、この周りを切ってください。はい、ではどうぞ。で、切り分けたと、こういうふうに切るとね、外側、途中をバラバラに切らないで、ここの角まで行ってるわ。で、ここもほら、ちょうど切り込みがあるから、はい、折り目をつけてください。あ、そうかな、逆にはい、まず最初に
この、ね、太陽電池パネルとこの丸いアンテナを出してください。でこれをどこに貼るのかというと、このちょっと丸いところにありますよね、丸く囲んでるところ、そこにアンテナをこうやって貼り合わせます。はい、ここで終わりですね。ここで、ここにも、ここも谷用に、ここから、こうなるんだろう。ここ何のためにやる？で、ここに、のりしろ貼って、入れる。つけて、あとはこれをつけて、トタをこれで、ね、キャッチして地球に帰ってきます。あと2年後にはそのリュウグウに到着します。そして1年間ぐらいリュウグウを観察してから地球に戻ってきます。でそれがまあ2020年、ちょうどオリンピックとか H3 ロケットという新しいロケットを持ち上がる年、その年にね、ハヤブサ2戻ってくるので、それまで皆さんぜひ楽しみにしてくださいね。こういうゴミはね、浮いてるんじゃなくって地球の周りをものすごい速くてぐる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 回ってるので、それにぶつかると車にぶつかったような衝撃を受けてとっても大変危険っていうことです。でこれから皆さんロケットの打ち上げを見る機会たくさんあると思います。その時に、まあ、ロケットが打ち上がってすごいなっていうだけじゃなくって、ロケットの中にどんな人工衛星が詰まっているのかな、その人工衛星どんなお仕事をしてるのかなっていうのも、まあ、ちょっと注目して今から打ち上げを見てもらえたらと思います。私は人工衛星を見たことはあまりないけど、人工衛星のハヤブサとか全然名前が知らないけど、こうやって宇宙教室があるといっぱいこういう宇宙のことが学べるのでいい経験になりました。私はロケットの中に人工衛星があることは知ってたけど、人工衛星はどんな働きをするのかが知らなかったので勉強になりました。